B の続きです。さっき電波のせいか声が変だと、犯人みたいだと、それやめて、それひどすぎる。まあでも、いつまで日本学術会議やってんだ、いつまで桜やってんだ、いつまで森影やってんだ。まあそれはやっぱり聞いてるからでしょうね。他に言うことないでしょ。ちゃんと説明すればすぐ終わるわけですよ。やっぱこの太郎さんの下でやるか、うん、だってもう声がくぐもったりするって嫌ですもんね。でやっとですね、朝方放射性物質を含んだですね処理水で、これまだ処理を終わってないという意味で汚染水ということを言ってるんですが、ガーディアンがイギリスのC14 を放出すると、DNA に大変な懸念があるんじゃないかっていうのを出しましたね。もう世界各国からですね、もうそれやめろという話が来てるにもかかわらず強行しようとしてたわけです。でパブリックコメントも懸念するものがいっぱいあって、まさかあれを強行するかと思ってたら、今月中の放出はないようです。でよくそういう人たちと一緒にですね、仕事ができるなと思いますね。でもね、これ日本学術会議のあれを見てると、パブリックコメントで思いとどまったって言うんじゃ必ずしもないと思いますよ。そこは疑っといた方がいいような気がする。っていうのは何でかっていうと、解散しようとしてるわけですよね。だってもう1年しかないから、いつでも解散できるようにしなきゃ。で、国民的な議論のあるものはできるだけ避けようと。で、この国会見てみても十何本出てくるって言ってたものがですね、法律が出てきてないんですよね。で、9本のうち、なんと私に説明に来たのは2本だけですもんね、まだ。あとは知らぬ存ぜぬ。まあもちろん継続のがありますよ。人事案件がだいたい5本ですから、それでも7本、残りの2本来てませんよね。まあそれぐらいの、なんていうかな、まあ別にあんたたちも反対しないでしょうというような法律なんですよ。でこういうのを考えてみると、その解散を狙ってると、あるいはまあ私も世界の友人たち、特に科学を重んじる人たち、その人たちから傀儡保守に指示が来たのかも分かりません。だけどまだ分からないですね。でもう本当にですね、説明が最初からこの間安倍智子さんと石垣のり子さんとビデオ、もうたくさんの方々が再生していただいてますけども、私たち安定的なエネルギーが必要だって立場ですよ。でもですね、あまりにも嘘ついちゃダメでしょう。東京電力福島第一原発事故の時に想定してませんでしたって言いましたよね。あんな全電源喪失は想定してないって。今日は共産党の笠井さんが佐賀にお見えになりますけども、皆さんがこれが全電源喪失の可能性もあるって、国会で危険性があるって言われてたじゃないですか。上原春夫先生がですね、私の第4代の後援会長ですけども、その上原先生は全電源喪失しても水蒸気が出てるから、その蒸気でサーキュレーションして冷やすことができる、その装置があるはずだって。でそれどこ行ったんですか。なぜメルトダウンするんですか。それも想定外ですか。だから今回も本当にいやいや、調べてませんでしたと。62各種あるって言ってますけど、本当にそのもう62ですかね。ストロンチウムとかトリチウムとか、そういったものを C14 の半減期って5000何年でしょ。で、
放射性物質っていうのはまだその人類にとっても未知のものが多いんですよね。だから本当にそのしかもその6000万ベクレルですか、あれだって計算方式を間違ってるかわざと言い換えてるじゃないですか。だから本当にね、どうしてこういうことするのかなって思うな。いや本当に安全でね処理をできるんだったらそれに越したことないですよ。だったら隠す必要ないじゃないですか。だったらいやまた言うんでしょ、聞かれなかったから言わなかったんです、あるいはですね想定してませんでしたってまた言うんですよ。世界各国から莫大な賠償金を払わされる危険性だってあるわけですね。それ払えますか。世界にお金ばらまいてるから黙ってくれてると思ったら大間違いですよ。でこのことを考えてみるとやっぱり原発事故の後とその前とで変わっていないんじゃないかって思わざるを得ないですね。 A で傀儡補修について、申し上げました。でもですねその傀儡補修ももうその元が弱ってるんですよ。あるアメリカの友人がですねトランプさんのあの回復ぶり驚きますよね。だって人工呼吸器も使ったんでしょ、報道によると。そうするとそこまで厳しくなった、しかもあれだけの大きな体をした高齢の方があんなに回復するっていうのはどういうことなんだっていうのをですね友人が言ってましたね。で私よくトランプ A チームって言うんですけども、 A チームはアメリカの理性ですよね。なんていうかな、4年前の大統領選挙の時もですね、あこれなんかすごいのがついたって思ったことが思った瞬間があったんですよ。でそれは何かっていうと、本当にその戦争を回避し平和を作り、そしてそのなんていうかなアメリカの理性を形取ってきた人たちが後ろについたって、そういう思った時があったんです。日本じゃクリントンさんが圧勝するって報じられていたけども、その戦争や金融ハイエナをもうやっつけなきゃいけないと、もうそんなことバッコさせてたら今中国との間のメールがバイデンさんのところですかね、出せと上院が議決したみたいですね。いろん民主党だから正義で共和党だから悪っていうわけじゃ絶対ないですね。アメリカの歴史を見ると民主党政権の方が戦争をよくやってるんですね。だから戦争屋はどっちにいるって決めつけられない。で今回のそのトランプさんの回復の仕方を見るとおそらくその人が言うにはですね、リスク管理のシミュレーションを何回も何回もやってたんだと。そしてそれに沿って迅速なローズガーデンのところで、仮に感染したとするとですね、おお、カーコー来ると他の鳥がもうみんな逃げていくんですよね。カーコーむちゃくちゃ頭いいんで呼び合ってますね。これ夫婦で呼び合ってるんですよね。カーコーちょっと静かにしてくれんですかね。まあでも昨日も申し上げたようにヤタガラスっていうのはそれこそ戦をこの導く鳥なんですよね。世界各国不思議ですよね。全然文化も住んでるところも違うのに神話や人類文学的人類、科学的なところはですね共通するんですよね。なんででしょうかね。やっぱり人間のその潜在意識っていうんでしょうか、
過去もこれ白かったらすごく見事な鳥なんでしょうね。頭もいいし。黒いから嫌われるんですかね。お。彼女おらんですか？どこ行ったですか？だいたい2話で、やるんですよね。で、ちょっと、お。すごい。探してますね。はぐれたですか？過去もこうやって見ると可愛いですね。うん、さっきの話に戻しますと、で、そういうチームを持ってるってやっぱり強いですよね。私たちもですね、いいチームが今できてます。各部門に、それぞれの人たちが来て、本当に熱心ですね。で、外国人技能実習生の人たちと寄り添ってる人がいるかと思うと、その、生きづらさを感じてる人たちと寄り添って励ましている議員がいる。で、すごく明るくあったかい党になったなって思います。で、票にもなんないのに、どうしてそんなことするのかという人がいますけど、それは人間の尊厳とか自由っていうのは普遍的な価値ですね。その誰かのその尊厳が奪われたらですね、それは世界の平和を脅かすっていう話ですね。人間の安全保障の考え方です。さて、もうこれで、戻ります。講演の資料をこれから作ります。またですね、11時から講演をいたします。講演というか国政報告ですね。先週はもう1時間丸々やったんで、今度は30分ぐらいにして、あとは皆さんからのご意見を、もう1時間きっかりで終わるし、換気ができるようにしてますから、数もか限ってですね、本当申し訳ないですけども、その分ネットでですね見ることができるように、させていただいてます。じゃあこの太郎さんの真下から今日はご機嫌。さっき声が変だって教えてくださった皆さん、ありがとうございます。これも大丈夫ですね。おお、カラスって朝夕決まった時間に会議するんですか？そうかもわからんですね。来週はもう26日から、国会ですね。だから明日、峰で国政報告、今日が11時から若くす探しですね、若くす校区の国政報告会で、明日が、宮城町のアステラビスタ峰っていうところで、国政報告会をやらせていただきます。それぞれの地域の歴史や、それぞれの地域で一番関心のあることからスタートをします。明日の峰は農業ですね。今日は地域、暮らし、医療といったことをお話をできるかなと思います。じゃあ、ごきげんよう。ありがとうございます。ごきげんよう、ありがとうございました。声大丈夫でしたかね？ありがとうございます。過去の声が、バッチリですか？ありがとうございます。やっと国会ですね、もう政権交代しましょう。頑張ります。